演舞開演。どうも、本日はこちら日清のココナッツサブレ塩キャラメルを食べたいと思います。塩キャラメル、なんかよく最近たまに聞く名前ですけど、どうも、それがココナッツサブレになるとどういう風になるんでしょうね。まずはご対面かな。見た目は普通のサブレとそんな変わらないですね。ではいただきます。そうでもないような気もしますけど食感は普通のココナッツサブレとそんなに変わりませんでしたが、あ、当然といえば当然か。噛んだ瞬間にキャラメルのほろ苦い旨味が口中に広がりました。キャラメルは苦めで塩がそれを引き出している、そんな感じですね。苦いのが好みな大人向けのココナッツサブレとしてとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。みんなで分け合うのにもぜひ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。